1時間目始まっちゃったね。けど今二人で戻るとなんかね目立っちゃうね。休み時間になったらこっそり戻ろっか。うん、それまではさ、日向ぼっこでもしてようよ。ドキドキして授業どころじゃないし。あやめちゃんもドキドキしてくれてる？めっちゃしてる。だって両思いだよ、私たち。うん、まだちょっと時間ないかもだけど。本気で嘘じゃないよね。本気で本当。あやめちゃんに嘘なんかつかないよ。うん、そうだよね、わかってるけど。じゃあ確かめてみる？え、何？そんなのどうやって？いいよ、あやめちゃんの好きにして。じゃあさ、例えばなんだけど、そのさ、チューとかしてみる？え？だってなんか一番それっぽいっていうか、ちょっとしてみたいっていうか。じゃあする？ああ、やば、待って。する？私もあやめちゃんとしてみたい。待って、そんな気合い入れてやるのもなんかそれはそれであれというか、友達同士でこういうことしちゃダメ？そりゃダメに決まってんじゃん。だけどひなとなら、恋人の好きってことならいいかな？うん、私たちもう高校生だしね。え、それ関係ある？あ、ないかな。やっぱ好きだ。知ってた？嘘つけ。っていうかもうそういう意味で好きっていうの禁止ね。恥ずかしすぎる。愛してる？バーそれはかゆい、やばい。じゃあ普通に好きって言わせてくれる？しょうがないな、二人の時だけだからね。どうしよっかな。言いたいことはちゃんと言わなきゃってあやめちゃんが言ったんだし。お、私は言うならあやめちゃんにじゃなきゃ嫌だし。わがままなんだから。あやめちゃんと一緒の時だけだし。うん、じゃあいっか。あやめちゃんは私の特別だもん。こんなのあやめちゃんにしか言わないんだからね。もう先に言うとかずるいし。ひなは私の特別だよ。うん、じゃあやっぱする？うん、して。あ、わかった。恥ずかしいから目閉じててよ。うん、じっとしてて。どうだった？初めてだった。そんなの私もだよ。でも今のほっぺ。ああ、でそれ以上ははずいよ。まだ無理無理。そっか。でもなんかよくわかんないけど、こんなにドキドキするんだね。いや、
あんま真面目に感想言われてもやっぱはずい。だって、朝もっと気合い入れて歯磨けばよかった。リップもお気に入りのやつつけてないし。ねえ、もう一回いい？今度は私からいい？あやめちゃん、いいな。ほっぺでも緊張するね。変な感じ。なんかどんどん顔熱くなってきた。もっとあやめちゃんのこと好きになりそう。そんなのお互い様だし。私あやめちゃんのことずっと好き、一生好き。じゃあ私はひなのことずっと大好き、一生大好き。うん。